チャオ、あーちゃんです。ここ数日ね、コメント欄に暴言、まあここ数日でもずっと続いててんけども、暴言とかね、子供のことを書く人が増えてきて、まだ昔多かったん、去年もね、もう去年からね。でその流れがね、今年の正月前、年末ぐらいにちょっといろいろコメント欄ごちゃごちゃっとやったらね、かなり減ってきたんは減ってきてんけども、また増えてきました。で増えてきたしね、ちょっといろいろ設定を変えていったりね、YouTube に報告していったりしてたらね、自然にね、暴言をブロックっていうか、スパムの方に入れてくれるようにだんだんなってきててんけども、スパムの方がまた溜まりだしてきて、かなりひどい状態になってきて、で昨日またちょっとね、もう最終じゃないけども、ここちょっと最近コメント欄とかもあんまり介入せず放ってあったんでね、なんていうのかな、そういうところをちょっと暴言とか、ひどいコメントは消していきますよって、あまり人方ブロックしますよっていう動画を上げました。はい。で、まあ、賛否両論あるかと思うねんけどもね、また暴言吐いてくれてたというか、暴言吐いてた人もね、気を使ってくれてるのか、かなりまあマイルドになりました。ありがとうございます、ご協力ありがとうございますっていう、まあお礼の動画と、でね、やっぱ応援コメントしてくれてる人も書きやすくなったのか、今日の朝からはね、優しいコメントいっぱいで嬉しいでした。ありがとうございました。でその中にもまあアドバイス的なものとかいろいろあって、ね、見させてもらってたらね、何件か間違えてね、スパムに入ったりねしてたのを、ボタンをね、言い訳っぽいけども、まあ、コメントがねこうあって、見せていいものなのかどうか分からへんけど、まあこうスパムに入っててね、ね、あれメール来た、スパムに入っててね、でコメントをね、ボタンポコンって1個押したらね、消すとかチェックっていうところを押したら反映される、でゴミ箱マークのところを押したら消されるっていうのがあるんだけど、そこのとこ携帯をピピュってやながら、こうピュってやった時に間違えてゴミ箱ボタン当たっちゃって消えちゃう場合があるの。それで今日朝からね、4件ぐらいコメント消えちゃいました。ごめんなさい。これ全然ファンの応援コメントやねんけどね、今朝から消しちゃってごめんなさいと思って、んで慌てて今動画撮って、これもう謝っとかんとほんま気にしてもうたらやなと思って、でアドバイス的なもんで、あちゃんくん目悪くなってるからクリックしてね、ギュッて広げて見てんねんね、携帯の字ちっちゃすぎてさ、だからギュッて広げるときにピッて当たって消えちゃう場合があってね、何件か読めずに消えたんもあったりね、誰のコメントかもわからなくなってん、ごめんね。でも一応ね、コメントも朝から読ましてもうたりとかね、時間になるとき読ましてもうたりで、動画作っててレンダリング中、結構ね何もすることないんでコメント開始させてもらってたりでね、昨日今日とね、ちょっとね、できる、またね、ちょっと初心に戻って、ね、できる限りみんなにコメント返したいと思いながら、時間内に順番にこう追っかけ追っかけてタグっていってコメント返してるようにしてね、だから全員には返せてないねんけども、ある程度返せるように頑張ってます。でまたやっぱね、コメントをねしてくれるっても嬉しいし、そこに返すっていうのもね、またいいあちゃんもうね、嬉しい行為、もうまあ返したいんよ、みんなにね。それが物理的にできんくなって、1日だからね、1個の動画に100ぐらいコメント来たら、1000件ぐらいコメントが来るからさ、そこになかなか返すのもしんどい。で、昨日なんかやったら、何件来てた？多い動画なんかやったらね、ここ最近だからコメントが結構多くてね、ちょっと待ってね、コメントがね、昨日のね、アンチのところの動画が214件コメントがあったりとか、おとといのね、ピュアちゃんの動画なんかで440件ぐらいコメントがあったりね、まあそんだけね、すごいコメントが多いんでね、もうね、400件もあったらね、返すだけで多分なんぼ2時間とかかかると思うね。まあそんなんでね、ほんま一言返す、まあ、一言でもいいやって、ありがとうだけでもいいからね、返せるようにしようかなと思ってんねんけどもね、まあそんな感じでね、みんなってやっぱこう交流とっていきたい。でまあでも物理的にしんどくなってきてね、返せんくなるからね、ほんまにもう何人かにだけしか返されへんか分からんけども、その辺別に選んでるわけじゃなくね、もう上から順番とかそんなんなんで、ご了承くださいっていう動画です。はい。でね、あとね、アンチコメントではなくね、アドバイス的なコメントでもね、あっちゃんは読ませてもらってありがとうって
ていうのもあるんだけど、残しておくことによってね、また調子に乗ってそこからね、なんだあのアンチが湧くねん、なんていうのかな、一個餌があるとね、それに群がってくるね、虫のようなアンチが湧いてくる。だから今日もだからこのとこね、アンチが湧くのがあっちゃんのが元々の原因はあっちゃんにあんねんから、そこを正せって書いておいて、ありがたいねん、そうやねん、確かにそう思ってんねん、確かにそうやなと思うねんけども、そのコメントを残すことによってそこの餌にまたアンチが湧いてくるっていうのもあるから、そういうコメントも消していった方がいいのかなと思って悩んどります。まだ今はそこは消してません。でももしかしたらそういうコメントも消していくかもわからない。そんなこんなでね、アンチが湧いてきたら元を立っていかなあかんから、アンチじゃなくアドバイスコメントも読ましてはもらえます。で、あっちゃん心には留めます。でも消す可能性はあるんで、そこご了承ください。うん、で、コメントね、で消したって騒ぐのやめてね。消してない、消してる時もある。消してない、わかんない。それは YouTube がスパム。だから昨日ね、騒いでた人がいてた。コメント消されたって MM さんだかな。うん、それもね、あっちゃん MM さんはあの日消してません。で他の人は何人か消しました。でも MM さんのコメント見てて消してはない。のに消されたって騒いで、またそこにね、ぶら下がるね、なんかあったらね、ぶら下がってなんか書きたいね、アンチコメントしたい奴らがいてるから、で、そこのとこそういうのもいてるから、そういうのが湧くから、もうそういうコメントもね、もしかしたらもうこれ今後は消していきます。だから、アンチが湧きそうなコメントってのは消していく。元をね、湧いてから消したって仕方ないからね、湧く前に消すから、アドバイス的なものも消す可能性があるんで、ご了承ください。うん、言ってみたらね、ネガティブなコメント、後ろ向きなコメント、あっちゃん嫌いなんね。あっちゃんは嫌いです。で、嫌いなだけじゃなく、後ろ向きなコメントを残していくことによってね、後ろ向きなページの、昨日も言った通りね、焦点、もしご飯を食べに行った時にね、店主がね、いや、うちのご飯まずいかもわからないんですけど、食べてくださいって言ったら食べる気にならへんやん。だからそういう後ろ向きなコメントは、場の雰囲気を乱します。だからノアノアさんのコメントもね、いいこと書いてくれたったん今日、まあ、ノアノアさんいつもいいこと書いてくれてんねんけどもね、書いてくれてんねんけどコメントがすごいネガティブやねん、あなたに原因があるって、そういうことするから湧いてくるんだよって。だから言ってみたら、確かにあっちゃんには原因ある、原因は分かってる。それも解消しなあかんなとは分かってんねんけども、どうやっていいのか分からないっていうのもあって、ちょっとずつまあできる限り の改善はしていってる。その中で、そんなことしてるから湧くんだよって書くことによって、あ、そんなことしてるやつにはアンチコメントしてもいいんだって取るやつがいてんのね。だからそういう餌になっちゃうから、こういうネガティブコメントっていうのも、アンチの餌になるんでね。だから結局、あっちゃんにも原因あるのは分かってる。原因あるから、ノアノアさんもそういうふうに書くんやと思うしね。ノアノアさんだけじゃない。そういうふうに書いてた人が何人かいてた。けなしちゃわ、七死の毛布さん。なんかね、もうそういうネガティブなこと書いてたり、目が悪くて字が読めへん。すごい字がちっちゃいね。無双ラブさん、もう、私のコメント勘違い扱いされたのかなって書いてたけど、これ間違えて消しちゃったん、ごめん。ボタン押して消えてもうてんけども、うん、だから私のコメント消したんかなって書いたら、みんな消されるんだと思ってね、ファンの人も書きにくい、こういう消されたとかいうコメントもやめてください。もうそんなこと書く人は消します。それしつこく消されたって騒ぐやつもいてね、無双さんじゃないよ、消されたって騒いで喜ぶ嵐アンチもいてる、そういうコメントもね、消していきます。で、あと別にあっちゃんも気にしてない、容姿をディスることは気にしてないけど、容姿ディスることによって、あ、それはいいことなんだと思ってやるバカが湧いてくるから、そういうコメントも消していきます。で、コメントね、どういう基準で消すかっていうのはもうあっちゃん基準で消します。で、もしコメント消えてた場合、まあ、YouTube が消した場合もあんねんけどもね、それももうひっくるめてやねんけども、社会一般人が見て不快になるコメントやと思ったら消されてる場合がある。そうじゃなかった、ほんまに応援コメントでもスパムに入ってたりね、する場合もあんねん。それはやっぱり YouTube が、ロボットが監視して自動でそういうところやってるからやと思うね。だから応援コメント何も悪くない。だから、おはようって書いてあっても消される場合がある。
今日もいい日になりますようにって書いてあっても消せるバレがある。それをまあ消されたのは、あの YouTube が消したんか、あっちゃんがあの間違えてボタンを押してしまったんか分からんけども、悟ってください。そこのところで騒ぐのは大人の対応じゃございませんってあっちゃん思うんでね、うん、だからまあそんなこんなでね、あの要はコメント欄楽しくね、誰が見ても嫌な気分にならへんコメント欄にしていきましょう。でよ、それが大人の遊び方やと思います。コメント欄でね、言葉遊びするっていうのはね、コミュニケーション取ることじゃない。コミュニケーション取るっていうのはメールとか、あのそういうのでいいと思う、コメント欄とか掲示板っていうのは誰でも見れる、なんていうのかな、なんていうのかな、嫌でも好きでも見れる、公然の場っていうのかな、やねんけども、そういうところでね、人が見て不快になるコメントっていうのはやめた方がいいと思います。で、結構いてるのが、あっちゃんの動画で、暴言吐くから吐いてもいいんだって。いや、人が暴言吐いたからって自分が吐いてはダメなんです。暴言吐く、動画が暴言吐いてるからって、コメント欄で暴言吐く行為っていうのは、また違うとあっちゃんは思うね。だから、ヤクザ映画見たからって言って、観客みんなヤクザになったらええんかっていう話。ね。だから、喧嘩の映画見に行って、喧嘩してる、昔だったビーバップとか、まあそんな感じで喧嘩の映画を見に行って喧嘩してるから本当は喧嘩していいんか、戦争映画見たからって戦争したらいいのか、だから戦争映画見に行って戦争の中でもうね、キルユーとか言うてんのに、ほんならそれのなんていうのかな、映画のコメント欄があったとしたらね、監督に監督キルユーって言うていいのかとね、それと一緒なんだから、映画っていうのは作り物、動画も作り物、作り物の中でどういう言葉を使おうが、それはセリフやと思って、そのセリフを真似してコメント欄に書く行為っていうのは、子供じゃないねから、大人やねからね、そういうね、ことは考えましょう。だからそういう書いてた人が何人かいてたね、今日も朝から。そんな感じでちょっと今日ね、コメントを見ながらね、結構だから、このコメントをね、携帯で見ると字がちっちゃいから、すっごい見にくいね、目が悪くて。特に朝は見れへんかったりするからね。だからパソコン立ち上げてコメント。だからあっちゃん結構コメントしてるのね、パソコンからが多いねんね、立ち上げて。だから手先とかから時々チェックはするけどね、はっきり見えてなかったりするのね。ね、そんなんもあるからね、やねんけども。コメント欄っていうのはね、やっぱり最後にもう一回だけ言っとくけどもね、誰もが見れる場所。だからみんなが見て気分悪くならないように。自分がもし言われた時に気分がならないよ、悪くならないように。と、後ろ向きなコメントして暗くなるようなことを言わない。あっちゃんも動画の中で、ああ、今日はだるいわ、体痛いわ、頭痛いわ、だるいわ、でも動画撮らなしゃないわ、なんて動画見たくないでしょ。あっちゃん時々やっちゃうけど、今日は首痛いねん、今日は具合悪いねん言ってるけども、あんまりよろしくないでしょ。そんなん動画配信やめてよってより、今日は元気なあっちゃんです。今日は元気やから、外に飛び出して楽しくやっちゃいますって言った方が元気もらえるやんか。それと一緒で、コメント欄もそうやねん。コメント欄でネガティブなこと書いたって、書いた本人だって元気にならない。だから、確かに痛い時に「あ痛いわ痛いわ」って痛いの飛ぶ場合もあるよ。でも「今日はもうだるいわ、何もする気ないわ」なんてコメントとか「そんなことしてたらダメだよ」とかね、そういうネガティブなコメント書いてるとみんながネガティブになっちゃいます。ポジティブになる、もう楽しく明るくワイワイできるようなコメント欄だから、今日朝からあっちゃんパン食べてた、私はご飯食べました、お味噌汁も食べました、お腹いっぱいですとかいうコメント欄なんかやったら、あ、なんか元気もらえるやんか。コメント欄同士で元気もらえるコメントしてくれたのに、朝からね、パンばっかり食べてたら病気になりますよみたいなコメント、ほんならお前食わんだらええがなみたいになってしまうから、だからそういうね、ネガティブなコメントやめましょう。だから大人の言ってみて、あっチャンネルは子供ちゃん向けな動画ってないね、はっきり言って。まあ子供ちゃんも見てくれてる。でもどっちかっていうと大人の人が楽しんでもらえる動画っていうのを、目指してるわけでもないんだけど、に近い動画を上げている。なんか子供にはちょっとね、刺激的かもわかんないねっていうチャンネルやねんけどもね。まあそんなことはないけども、まあ子供が見てくれてもいいねんけどもね。だからそういうところでコメント欄っていうのはね、大人の、社交場と思って、ある程度ね、マナーとモラルっていう人がかなり多いと思うね。あっチャンネル結構マナーとモラル、ね、うるさい人がいてる。あっちゃんはマナーとモラル
守ってないようなあの作りの動画になってるけどもね、それを見てもやっぱりだからって言ってマナーとモラルを守らずに、もうあの無法地帯なコメントしていいのかっていうんじゃなく、やっぱり大人やと思ってそういうコメントする限り、自分も大人になってマナーとモラルを守って楽しくあの元気が出る社交場としてコメント欄を使っていただければ嬉しいですということで、今日はちょっとねあのショートになったけどね、お出かけするんでね、この後メイクしてお出かけしようと思うんで、サクッと作って、もう早速今日のこの後、10時今9時40分やから10時半ぐらいに上がる動画でこの動画を上げます。はい、ということでした。またね引き続きいろんなお話もしていきます。今日はちょっとこの後出かけるんで、バタバタと慌ただしく今頭の中でふっと思ったことを適当に言葉にしてしまいました。ごめんなさいです。ということで今日は楽しく、今日も一日ちょっと元気にテンション上げよう。はい、今日も一日元気に楽しくいきましょうということで、ね、あんちゃん今日これからお出かけしてきます。ではメイクして、行ってきます。ではみんなもね楽しく元気のもらえるコメント欄続けてください。ではまたね、バイバイ。